保安班より連絡します。この部屋の環境状況は先ほどと変化ありません。以上。技術班より報告します。炉心損傷割合ですけど、1号 55%、 2号なし、3号 30%、 前回報告した時から変化ありません。以上です。1F さん聞こえますか？ 1F さん、はい、吉田です。今ニサ、保安員と官邸、保安員からも官邸に向かって共同して処理してますが、今プレスを止めてるそうです。それで今プレスには止めてるんです、話すの。それでとにかく補給が開始されるのをじっくり見守るということにしてるそうなので、その水の補給作業の状況について時々刻々こっちに情報を入れてください。それ常に官邸と共有しますから。はい、了解。あ、ごめん、なんだって聞いてなかった。ごめん、何を官邸となんとかって言ったの？あ、今官邸と保安員がですね、本来もプレスに流すんだけど今止めてるそうです。それでピットへの補給作業。何を止めてるの？プレスで流すのを。何を？情報を、今の。それで、動きの状況。はい、それで補給の状況をとにかく今見守るということにしてるそうなので、その状況を時々刻々官邸と2、3に流すようにっていう指示です。了解。すいません、自衛隊から提供いただく、給水車は満タンでございます。満タンでございます。分かってくれる。はい、よかったよかった。皆さんこれ、もう一度聞いてる。今これから一番重要なのは、各原子炉のパラメータをしっかり見るということが一番重要。それから燃料ですね、をしっかりと時々刻々変化を把握するということが重要で、これをまずキープしていきますと。それから今の対応策として一番重要な水ですね、補給水の確保について、どの段階まで来ているかということを報告してください。ほんで水チームはですね、ややもするとここにいないんで、必ず自分のミッションのがでいなくなるときは誰か連絡人を置いて、聞かれたらすぐ答えられるようにしてください。で、今聞きます。補給水は、これろ過水のこのラインアップと水張りにどれぐらいの時間、2000トン張るのにどれぐらいの時間がかかるかというのに答えてくださいっていうときに誰に聞けばいいか。